株式会社藤崎は、宮城県仙台市青葉区一番町に、本社、本店を置き、仙台市を中心として、東北地方に店舗を展開する、百貨店である。仙台市の繁華街一番町にある本店は、2007年、売上高486億4400万円、売り場面積3万447平方メートルで、東北地方の百貨店では、売上額はトップ。 売り場面積は仙台三越に次に2位である。青森県を除く東北地方の都市にギフトショップ、サテライトショップ、外商事務所を展開している。2006年2月期の売上構成は、医療品36%、食料品24%、身の回り品22%等となっている。本店に大きく依存した店舗展開のため、2012年頃の 仙台駅前再開発で開店が予定される大規模店舗の影響があるのではないかと予測されていた。本店の増殖のほか、2007年3月には本館隣接地にルイ・ヴィトンの路面店を開店するなどし、これらの新規進出店に対抗する経営策を取っている。テレビ番組と連携した物産店にも積極的で TBC を目ざ感謝祭や王番です。 フェアの例がある。創業家が発行済み株式の約47%を保有するオーナー企業である。上位10位以内の大株主にもその他企業は見られない。代表取締役社長、7代目藤崎三郎介には約9年間の異性ンキング経験がある。2015年4月1日時点、異性帯系列の商品共同調達組織である。 全日本デパートメントストアーズ開発機構から商品の供給を受けている。毎年5月に開催の仙台青葉祭りに藤崎すずめ連として参加。その年の新入社員を中心に弱年層で構成されている。4月から祭り本番まで大町館屋上で練習しているためアーケードに笛の音色が響き渡る。また毎年上位入賞を果たしている。 2015年5月22日には小型店としては12店目となるビーフジサキ6丁の目店を大ワリースが開発に当たったフレスポ6丁の目南町内に同6月12日には山形店を山形市7日町の複合ビルであるアズ7日町内に開設したこれに合わせ既存の外商拠点は同ビル3階に移設されたビルメンテナンスは 石井ビル管理株式会社が行っている。大町館一番長館、ファーストタワー館、B 藤崎泉中央店 B 藤崎長町店、以下は、ジム、営業関係の建物で商業棟ではない、サテライトショップ、編集ギフトショップ、営業店等、編集関連店舗、編集かつては、子会社の株式会社藤崎ストアを通じて、富士ストア、富士崎ストア以後、 富士崎スーパーマーケットとして店舗展開していた。黒松店を本店とし、中山店、幸町店、鶴ヶ谷店、銀南町店、河原町店、キャラウェイ店、泉寺岡店、古川店、泉中山店、泉ビレジ店、岩沼店、大河原店、四平町店などが最盛期には展開していた。1993年に経営不振に陥り、 ふさい3店を閉鎖した上で、株式会社藤崎ストアを解散。以後は、経営を新会社として設立した藤崎スーパーマーケット株式会社が引き継ぎ、経営再建を行った。1996年には、全8店舗の内泉中山店などの4店舗を、岩手県資本のスーパーマーケットであるファルに店舗を譲渡加えて、幸い頂点と岩沼店を、 店舗を閉鎖し、事実上、スーパーマーケット事業の大幅縮小を行った。残ったキャラウェイ店と寺岡店での未経営を行ったが、2005年にキャラウェイ店を閉鎖した上で、会社生産に至った。最後まで残った寺岡店は直営化された上で、現在のフードマーケット藤崎として2006年にリニューアルして、現在に至る。なお、 お笑いコンビの藤崎マーケットとは無関係である。虹をかける藤崎が CM ソングとして1971年に制作されている。歌詞は河北新報市上で一般公募されたものであり、岩谷時子が補作している。作曲は泉拓。歌は泉茜とハニーナイツが担当した。テレビラジオ CM のほか、TBC ラジオの番組。 朝の百貨店案内で長くオンエアされた。歌詞は、各曜日を英語で歌っていくのだが、楽曲の制作当時、定休日として設定されていた木曜日が、歌詞に含まれていないことが一部で話題となった。なお、1989年3月10日からは、菅原進による新たなオリジナルイメージソング、好きさ、この街が、が使用されるようになり、現在も平日に、 デート FM で9時55分から放送されている、藤崎プレシャスボイセーズや、t b c ラジオの10時直前の回転案内、CM、またテレビ CM などでもオンエアされている。2014年7月より、藤崎の HP 上で聞くことができるようになっている。日本経済新聞社の2005年度百貨店調査による、藤崎本店は売上高全国44位。 三越仙台店は63位、桜や仙台店は150位。ただし、藤崎は商品売上高のすべてが本店扱いとしてランキングされている。ありがとうございます。